ディッペルツは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区の古田郡に属す町村である。ディッペルツは、郡庁所在地古田から東に約10キロメートルのレーン山地に位置している。古田市に近い立地の良さと、レーン山地の美しい景観に近いことから、ディッペルツは人気の住宅地に発展した。リッペルツは、北と東は、ホーフビーバー、南東は、 ポッペンハウゼン、南西はキュンツェル、北西はベータースベルクと境を接している。自治体、ディッペルツは、アルメンホーフ、ディッペルツ、デルムバッハ、フィンケンハイン、フリーゼンハウゼン、コールグルント、ビッセルスローと、ボルフェルツの各地区を呼びアルシュベルク農場からなる。ディッペルツは1261年に初めて文献に記録されている。フリーゼンハウゼン集落はこれよりも、 かなり古く、最初の文献記録は824年にまで遡る。ヘッセン州の地域再編に伴い、1972年8月1日に、それまで独立した町村であったアルメンホーフ、ディッペルツ、デルムバッハ、フィンケンハイン、フリーゼンハウゼン、コールグルント、ビッセルスローと、ボルフェルツの八町村から、新たな自治体ディッペルツが成立した。 当時の人口は2300人であったと記録されている。聖アントニウス教会ディッペルツの住民の多数はカトリック信者である。レンガ作りのカトリック聖アントニウス教会は1895年から1896年にネオゴシック様式で建設された。先代の教会が1892年に消失したためである。ペーパースベルク出身の彫刻家。 ヨハネス・キルシュはこの教会のために、脇入り口上の2体の像を制作した。アライ・ライバンは、後期コシック様式である。ディッペルツの長議会は、15議席で構成されている。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。